おお。ちょうだい。結構乳輪見えちゃうんですけど大丈夫ですか。うわ、登り棒やみたいな。もう登らんで明日からみたいなね。あ、なんか大丈夫ですか。本当すいません。皆さん、ナミさんのメダルルート絶対やりますから任せてください。あ、レインボーレインボーレインボー。今日こ何回言うんだ。はい、どうもこんばんは、トミーです。こんばんは、今日は大都さんのショールームにお邪魔しまして、この1月、パチンコの新台リゼロですね。まあスロットでもともと大人気を博して、はい、その続編ということでパチンコということで、もうアニメがね、そうですね、ライトノベルで最初始まった、はい、アニメすごい勢いでっていう、それがやっぱりキラーコンテンツです、ね、スロットでもね、はい、もう大人気になったわけなんですけど、それのパチンコということで今日はちょっと丸裸にしていきたいと思います。はい、でまあ僕一人でいつも心もとないということでですね、はいはい、鬼かかった今日はゲストをですね、はい、お出迎えしております。はい、ナミさんです。こんにちは、 DMM パチタウンのナミです。よろしくお願いします。トミーさん、はい、よろしくお願いします。はじめまして、よろしくお願いします。まあまあ基本的にね、基本的にここでいつも大以上にこのゲストを丸裸にしていってるんです。そうです、基本的にはどちらかというと大のあれよりそのゲストを丸裸にするというのは趣旨になってますから、結構ね、視聴者の方々からここまで魅力を引き出していただいてありがとうございますみたいなコメントが結構コメント欄ね書いてありましたね、はい、あ、見ていただきました。の回、はい、でもこの人ちょっと丸裸にする前にこの人ちょっと裸になっちゃってるんで、もうなっちゃってるんですね。はい、確かにちょっと私もその辺は自分をメダルで隠して裸になってもメダルルードをご存知、はい、ありがとうございます。今日はどこまで、さらにどこまでメダルまでを、さらにもメダルまでももう1枚ずつ剥がしていくかのような、そういう攻め方をしたいと思います。結構乳輪見えちゃうんですけど大丈夫ですか。剥がしちゃうといきなり来たね。よっしゃ、またこれ今日もやべえ。30倍ですか、25倍、30倍いけますね。あ、なるほど、はい、これ今日もやべえな。あれそうだ、はい、ということで本日もじゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。スタート、イエーイ。実は2回目なんですけど、じゃあナミさんスペックの紹介をお願いします。はい、ゼロから始める感じで。あ、うまいね、うまい、うん、かけました、死に戻りしましたね。はいはいはい、はいはい、早速ね、で本期は大当たり確率 319.7 分の1のミドルタイプになってます。小当たりラッシュが搭載されてます。そして各辺突入率がへそカラーが 70%、 各辺継続率も 70% です。で、小当たりラッシュのゼロからスプラッシュに突入してしまえば 70% の確変を引き続けると、まあ、そのまま小当たりラッシュも継続していきます。で、今までの小当たりラッシュってそこまで継続率高いのってなかったと思うんですよ。やっぱ 30% を引き続けないと転落してしまったりっていうのが多かったと思うんですけど、はい、まあ、かなりメーカーさん頑張ったスペックを出してくれたっていう感じですかね、うん、今回。そうですね、その小当たりラッシュなんかもちょっと特殊というかあれがあるんですよね。あ、そうなんですよ、ええ、白芸攻略戦をまず成功させないといけなくて、いけないっていうね、うん、その白芸がちょっと変わってるんですよね。ハマればハマるほど嬉しいです、うん、まあ、高確率中の渡り確率が40分の1なんですけど、この40分の1を引かないで規定回転数を突破できれば、先ほどお話ししていた小当たりラッシュのゼロからスプラッシュに突入します。ね、最初ちょっと理解がちょっと難しいかなとは思うんですけど、まあ、そのあたりはね、実際当てて、そうですね、当ててみて体感したいところですね。ちょっと見ていただきながら説明したいかなと思います。あれ、今金色じゃなかった？そう、緑保留。よくパチンコあるある、金色と黄色があるあるある。その最初なんか特に ね、これは金なんか、そうそうそう、あるある。だ、今なんか金っぽかったかな。あ、連続予告です。え、なんか、あ、金ですよ、ほら、金や、いきなり319ですよ、もっとんの。なんやそれ、鼻水出ちゃった。あ、これバチスロ
後ろでも結構チャンスの演出だ。で連続予告3回目。おーおーおーおお、もう一丁強い予告来てくれれば。いきなりかい。あー、また金だ。トミー、これ先にかけられたら自分メダルヌードですよ。いや、僕のメダルヌードいる？あ、罰ゲーム、それにします。いや、マジで絶対いらんやつやん。結構ね、やりたいって人いますよ。いや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 。あ、発展した。あ、抗いアタック。これは進めば進むほどチャンスですね。あ、1回で終わっちゃった。あ、ペテルギウス行ったらいいですよね。おー、チャンス。青いからどうですかね。あ、ボタン赤い。これはベルヘルム。この人すごい強い方ですよね。めっちゃ熱い、めっちゃ熱い多分。これは決めれるか。誰がベテルギウスがいいですな。あー、この魔獣の犬だ。ドーベルマン。あ、すごい役物落ちてきた。ドーベルマンって言って誰も反応しないっていうね。優しい。正式名称どうだったっけなって。そうそうそう。これ当てたらもう500円一発とお座り一発と一緒っすね。そうっすね。ああ、うん、え、すごくないですか。すごい。あ、怖っ。あ、あ、あ、これめっちゃ熱いリーチ。多分上から2番目ぐらいのやつ。やばい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 。一期の最終回らへんで戦うペテルギウス。引き強っ。あ、これ当たんなくてもなんかいいですね。いや、まあまあまあ、見栄えが、うん、見栄えね。見栄え大事。業界用語で取れ高ね。そうそう、取れ高的にはと、これ一期のクライマックスらへんの話なので、なまあもちろんリーチ的にも熱い、うん、まあ、チャンスアップ気になりますけど。あ、赤ボタンいきますね。いける、いける。あー、早い。早っ。これちょっと早すぎて。かわいい。かわいい。役物が膝枕してもらってます。だ、今なんかすごく強い予告って絡んでなかったと思うんですよ。死に戻り演出もなかったし。あ、でも当たりましたね。さすが。めっちゃ早いな。本当に319分の1かっていうぐらいの速さです。いや、これ本当にでも ね319なんで、まあ、よく言えばホールでやりたかったなって。確かに確かに。あー、これ青ずからなので通常の可能性もあります。ただラウンド中に確か、そう、ジャッジがあると思うんで。で、この後に白芸が出てきたら確変らしいです。あの、アニメでもなかなか白芸って現れてくれないんですよね。まあ、出てきたらその時点で確変です。はいはい、怖い。ちょっと弱め、緑なんでちょっと怖いですね。出て、あー、いない、いないの。ってことはここでチャンスタイムに。チャンスタイム30回転。わー、330回。これ330回引きたいですよ ねすごい。わー、あ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 、お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 、出たー。おー、こんな出方あるんですね。これでもう確変です。なんで今カメラチラ見した。あ、でも多い。これ数字が少ないほど。あ、そうですそうですそうです。いいですよね。あの、小当たりラッシュに突入する回転、うん、規定回転数が少なく済むんですよ。7000はそこそこ多いね。そこそこ多いです、うん、まあでもハマればいいんで。ですですです、ね、40分の1を引かなければいい。あまりにも早渡しすぎたから何するかとか全く決まってなかったです。これだからノーカンっすね。あ、そうっすね。え、ノーカンですか。やだ、せっかく当てたのに。いやいや、でも最初言うとかんとあかんすからね。そうっすね、これノーカンですよ。ルール決めるんがちょっと遅かったんでごめんなさいね。いやー、当たっちゃった。あら、引くな、いろいろ引くな。何かに引くな。そう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 。で、死に戻りに。これでチャレンジ成功すればまだ確変が継続するらしいんですけど、どうですかね。ボタンも多分チャンスアップボタンあればそうだと思います。弱いか。あー、あー、ダメだ。30回転。つら。何しますか今回は。そうですね、まあ
それはもちろんね、コイン見れたらいいですけど、はい、なかなかそういうわけにいかないと思いますから。コインを見る？コインを見るって何ですか？いや、あのコインヌードみたいなね。あ、メダルヌード、うん、玉しかないんで。玉でやります？玉貼り付けますこの辺に。いや、もうなんで黙ってんねんいやいや、もうほんまにやってくれてたからちょっと怖いな思って。あ、全然大丈夫ですよお任せ。それは何なんですか、その見てもらうのがいい願望があるんですか？あ、結構好きなんですよ。はぁ、うん、見るのも好きだし、はいはい、そういうの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 って何？そう、性的なもの全般あんまりなんか罰ゲームにならないんです、私にそういうのなんで喜んでまうから。喜んじゃうんで。トミーと一緒ですね。いや、まあまあまあ、まあ、似たようなところありますね、はい、そういう意味では。あ、見せたい感じ。いや、まあ、うん、この人よく脱ぐんで。え、結構人生で見せることは多かったんですか？まあ少なからずですね。少なからず、はい、サイゼリアご存知ですか？サイゼリア、サイゼリアで見せるんですか？そうなんですよ。何？サイゼリアでこの人舌出すんです。どういうこと？僕サイゼリアさん出来になってるんで。こ出してですかえ、やばくないですか？それさすがに。そうなんです、そうなんですよ。出しよったんです。テーブルの上に置いてたんですよ。え、メロンソーダとフォッカッチャとチッコえ、やばくないですかあれ、私そういうクレイジーな人大好きなんですよ。おー、なんか友達に。ちょっとやばいな、好感度上がるんちゃいます？いや、なんかちょっとシンクロしてるよ今までは、うん、もうめっちゃ、ね、やばい、やだみたいな。そう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 、軽蔑されるようなキャラだった。面白いじゃないですか、うん、ありがとうございます、うん。扉が開けば330回転救済があるんですけど、どうかな。お、何、あのチャンスタイムが、え、まさか、まさか330ついたらすごいですよね。いやいやいや、300いった。これすごく薄いと思うんですよ。うん、まあ、ここからは大当たり確率319なんですけど、すごいっすね。ですけど、まあまあ期待値的にはね。いや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 、十分ですよね。全然すごいな。めっちゃ持ってるやん、うん。あ、私赤ですね。なんかいい音したな。赤保留ですか？いや、赤演出で保留では。なんかこれ邪魔でしょ、見えないんですよね。あ、なるほどエミリア乗ってた、おっしゃ。なんかあるで、結構キャラクター乗ってる系とかもなんかチャンスアップであるらしい。この手が卑猥ですよね、ちょっとなんかこう。え、全然卑猥。魔女の手ですか？え、卑猥？いや、なんかこうちょうどこうお尻とか胸のところ、いっぱい触ってくる感じ、いってる感じがね。でもそれ心臓掴んでくるんで、アニメだと怖いかも。あ、結構怖い系。怖い系です、魔女の手なんで。なるほど。たちっこ掴んでくれないと思います、さすがに。おお。なんか自分らちょっと似てるな、でもなんかキャラ的に。あ、疑似、あかんわ。まあまあ熱いように感じたんですけどね。どうなるんだ。絶望に抗います、絶望に抗います。来てる来てる、これいけるで。よし、抗いアタック、いけるいける。だからリゼロってレムちゃんのコスプレの人めっちゃ多いじゃないですか。多いですね。なんかエミリアより確かにあのレムちゃんの方が人気あるんですよね。なんでなんですか、ね、主役は誰なんですか。主役はスバルはまあもちろん、うん、であとスバルが好きなのはエミリアだから。エミリアだから。お、あ、パックだ。タイヤ。上に挑戦するのかな。おお、これ確か 60% 以上の信頼度があるだから。まだまだ早い早い。ちょっと言うて、ちょっと条件言うといた方がええんじゃない、もうこれ。あ、さっきの動画やで、ラッシュ引いた方が、はい、あ、まあ引かれた方が、コインヌード、コインなんだ、メダルヌード、メダルヌード、はい。ほんまに言うてる。ここでできんのかなほんでもで、はいって、はいっておかしい、はいはない、はいは、おい、それエピソードリーチに行くんじゃないんですかね。はい、エピソード行った、エミリア。ほんまや、こ
れさっき私が当たった位置より暑いですですね、うん、私まだチャンスタイム中だから、ね、この右打ちで当たっちゃえばそうこっちの方がラッシュ今、ちょうどいいアレになりましたよね、これでまだ条件は、ナミさんの方がいいけどねまだいいです、うん、あ、レインボーあ、じゃあ出玉対決にしましょうかね、うん、いやだって僕が負けても何も思んないやんよいしょ私ここで死に戻り成功すればまた白芸行きます白芸行け行ったー白芸ですいやこれ楽しいんですよやっぱり私も5で当たったから確変は確定して耐えれるかってことですねあとはトミー出玉勝負出玉勝負であ5000円選ばれたら結構チャンスでこれ死に戻りすればするほどその規定回転数がなんか短くなるらしいんですよあほらあそうあ2000円厚くないですかやばい だからまだ詳細はちょっと分かってないけど 10回転とか死に戻れば戻るほどですよね10回15回転かもしれないです内部的にじゃあ私も頑張ります頑張ってください白芸いったなんかキャバクラ嬢もされてたって聞いてるんですけど結構昔どこですかどこで秋葉原のはコスプレキャバクラでいやどんな格好するんですかコスプレってコスプレメイドさんとかなんかスチュワーデスとかスチュワーデスそう言いづらいスチュワーデスとか結構夢があるぜひそのあたりも見たいもんですよね本当ですか、うん、許されますかねまだいや全然大丈夫ですか、うん、え待って結構いってるこれゼロになったらゼロからスプラッシュコアタイラッシュいきますこれいきそうですよあパチスロでね結構あめっちゃかっこいいこの辺かっこいい、ね、あいったこれで小当たりラッシュですやったやりたかったんですよなんか台の実写映るんですよねそうこれもスロットであった演出ですもんねこれあデカボタンいきますあこれは嬉しいなんか役物派手でもそんなに嬉しくない恩恵の時ってあるじゃないですかこれは本当に嬉しいから その働いていらっしゃったキャバクラはまともなキャバクラですかまともなキャバクラですオッパブとかセクキャバとかピアリではなかったですははははこれいったやろよし行きましたトミーさんはあれですかアニメのおっぱいは興味ないんですかいや私漫画とか大好きですもう小学校の頃からちゃんとあの漫画ローレンス読んでましたから何ですかそれなんかあのちょっとあのなんていうやろう生々しいあの漫画ですよ、劇画調のもうああいうのを小学校からあの裏山で読んでましたね本当に当時はエロ本の自販機みたいなのあったんですよコンドームの自販機みたいなやつですかコンドームの自販機みたいなそうで、ありましたありましたエロ本を売ってる自販機があってそれを朝5時ぐらいに買いに行くんですよバレないようにねバレないように恥ずかしいからもう買いに行く日はもうカブトムシを取りに行くよりドキドキしてて朝から寝られへんあ俺のカブトムシがやかましいよ誰がそこまで言うたほんまナミさんはそういうビデオ見るんですか私はなんかのアニメの同人誌とか好きだったんであ分かる分かるあの虎の穴とか行ってだ僕も漫画とかアニメでは全然いけますね全然つけますよねあ、コアタイラッシュだ
はい、いけますよね。いける。え、それ見て、ナミさん見て、見るじゃないですか、はい、どうするんですか、見て、なんかあるんですか。結構発散します。破産何破産で破産ちょっとすっきり、え、すっきりします。あ、なんか大丈夫ですか、本当すいません。まあ、いやいやいや、それはパチンコライターですよね。あ、はい、パチンコライターです。あ、私なんかセクシー女優さんと共演することがあって、そういう自家発電の話になって、自家発電結構その頻度が多い話をしたら、はい、そのセクシー女優さんがいっぱいいっぱいにしてくださいってすごい言ってくれて、感動しました。なんか大丈夫か、おい、これ何の話してたの。 DMM パチタウンの人ですよね。ファンザじゃないです。何歳ぐらいから下ネタいいだと。下ネタは幼稚園ぐらいからずっと言ってて、でその自家発電も確か幼稚園ぐらいでしてたんですよ。でその恥ずかしいことって思わないわけじゃないですか、幼稚園児って。すごいな。だから結構言ってて、いや僕ね小3ぐらいですよ。早くないですか。いやいや、あんたに言われたらよ。あんたに言われたらよ。早いよ、トミー。ちょっと引いた今。いや、よよ言うわ。よよ言うわ、ほんま。だ最初は僕はあの、それに目覚めたのは、はい、あの登り棒。あ、わかる。登り棒を急いで登ったら、あれ同じなんですよね。いや、分からへん。私鉄棒ですもん。あ、やっぱみんな棒系でなりおんすよ。あれ同じ。ほんで、あ、これめっちゃずっと僕も登り棒しか登ってなかったんです、小学校の休み時間。登り棒しか登らない。なぜか、なぜか。ほんでずっと富田くんずっとこうやって上で。絶対周りだとちょっと気づいてますよね。多分。で、そうやって大変やなと思ってたら、親父のそのビデオを見て、あ、こうやったらなるんちゃうみたいなやったら、うわ、登り棒やみたいな。もう登らんで明日からみたいなね。いや、最近その友達がみんな婚活、結婚相談所とかで。いい人知り合ってて、それを見ると、なんかそういう出会いもありなんだなって見てて思いました、すごい。うん、だから仮に婚活行って、うまいこと行って、デートして、どこデートしましょう。パチンコ屋。え、これは本当に私もう元彼もみんなパチンカスで、はー、だって待ち合わせ場所パチ屋だもん。いや、ほんで、まあわかります、まあ、パチンコ、まあ、夜まで売って、その後どうするんですか。その後赤からとかで飯食べて、はい、食べて食べて、あ、夜のパチンコ。いや、意味がわからん。夜のパチンコとか意味わからん。夜の右打ち。夜の小当たりラッシュ。夜の小当たりラッシュ。まだまだ続くよ。自分中身おっさんやろ。そう、やっぱその絶対そのルーティンみたいな、そんなわけでもない。そんなわけでもない。あ、うん、ただなんかセックスレスって良くないと思うんで。まあ、なんかこの仕事も楽しいんですけど、はいはいはい、やりたいなって思ったのはなんかセックスレスカウンセラーみたいなのってあればなんかやりたい。やっぱ身近でもすごい効くんで、やっぱり旦那さんがあんま誘ってくれないとか結構意外にありますよね。それなんでなんですか。やっぱ同じ人とずっと付き合ってるとってことなんですか。いや、そんなことはない。いや、めっちゃ嘘の顔やな。そんなことはないけど、40になって、はい、やっぱ衰えは感じますよね。週7日だったのが週7日も、まあ、元々7日もなかったけど。ないですね。いや、やっぱ半分ぐらいとかで減ってきますよ。え、それは血が悪いってことですか。あー、若干それもあるから。この中だったらどうですか。あー、結構低いですね。お前らアホか、ほんま。ここだそうです。リゼロの売ってねえで今だって。あ、おちゃん。ナイトさん、ごめんなさい、ほどこの角度の話しちゃって。あー、終わっちゃった。でもトミーさん、さっきここから復活してたんで。いや、そうそうそう、まだあるんで。
これは通常引いちゃったってことかな。まあ分かんないですよ。まだ分からん。5ラウンドの賭け変かもしれない。 20% か時短の 30% かっていうところですね。これ今私が今まくってるタイミングですよ今。あ、結構いい勝負ですよ。私7000発なんで今。トミー、あ、6400。だいぶ追い上げてる。やばい。皆さん、ナミさんのメダルルート絶対やりますから任せてください。終わっちゃいました。あ、ここで演出成功すればまたチャンスタイム300回転つくんですけど、終わりかな。終わった。よっしゃ、おわちーんって感じ。もう私7000、すごい勝ちました。7000、私全然終わる気しないですですよね。それ入ってる時終わる気しないですよね。じゃあ私1万発いったということで。すごい、さすが。勝ちました。え、勝ちなんですか。勝ちです、勝ちです。だって私まだ当たるかもしれないですよ。いや、もう終わりです。マジで。トミーさんはどうしようかな。お仕事ください。あー、そうっすね。そりゃそうっす。そう。生々しいな。